ただいま、もう足パンパンじゃん。うん、だいぶ経ったね。7時間時間も食べて7時間ぐらいだって、うん、でもまだお腹がつかないね。うん、炭水化物の日だった。今日はバイキング4月号、本土にもあるけどシェイキーズに行ってきました。うん、ピザと言ったらシェイキーズ。シェイキーズはカデナ、プラザハウス、ハイバルジャスコ、坪川4つ。その4つだったらハイバルがいいかな。うん、雰囲気広々してるよね。うん、ピザいっぱい出してたもん。でも今日7、8枚、デザートのピザだけで7、8枚ぐらい出してなかった。デザートは3枚ついてたさ、うん、それ以外に2列に分かれてさ、うんうんうん、7、8枚ぐらいは常にピザ、ご飯のピザでしょ。うん、うん、はいっぱいあったよ。なんかハイバルよりもいろんな味があった気がする。うん、夜の時間は分からんけどさ、坪川は空いてるイメージがある。うん、巻いた時ガラ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 、自分たちが1組目か2組目とかだけ、だからもう最初新しいのがいっぱいある状態で、うん、パクパク食べて、うん、うん、ったね。坪川もなんかいろんな種類が綺麗に並ばれてる気がした。うん、今日はね、外人さんが、お客さんが一人もいなかったからおかしいと思ったって。今日は2人チートデーで、炭水化物の日だった。いっぱい食べた。いつもより食べたんじゃない？ピザ8切れ食べたかな。うん。うん、そんなに？うん。ね、ポテトフライ山盛り、じゃがいもあの丸いやつ食べて、うん、パスタ食べて。うん、ポストが奥にありすぎて取りづらかったって。あれがあったかでしょ、透明の。あ、パスタ食べたかったけどね、諦めたんです、ピザを取りすぎたから。うん、珍しく今日食べたぜ。うん、ブロッコリー今でもちゃんと食べたよ。ラーメンいっぱい食べてる。塩もかけまくった。パラッパラッパラッと出るからだから、ドバッドバッドバッって出るからやばいってから。カレーとスープ以外は食べたかな。で、私はデザートのも食べたさ。デザートのピザも食べたし、コーヒーも飲んだし、シナモンロール3個、ティーパックとし、シナモンロール3個かな。ふわふわでさ、こう置いてあるトレイのさ、チョコソースもさ、こうやって全部取ってからさつけてから取ったって、うん、じゃあ動いてるから体が食べれるわけ。まだ食べれたってよ、だから、うん、ライカも歩いてる時もさ。あ、ソフトクリームが壊れてたんじゃん。ソフトクリームってあれ夜じゃなかった？夜だけだった。だからかな、プラザハウスは取りにくいな。ちょっと密集してるからさ。密集してる、狭いし、もうちょっと清潔と差があったらいいなと思った。テーブルもどちらかというとちょっとベタベタ気味だった。ベタベタしてるよね焼肉屋のテーブルぐらいベタベタしてたけど端のところさ、この辺はあんまり気にならなかったけど、うんうん、この端のところ、あ、じゃあ分かってた、うん、ベタベタしてるな失礼してたあんまり触りたくない。だからよ、まあ、長ら長いからね、あっちまで、うん、しょっちゅう行ってるからね、あんまり驚きはないからね。うん、いろんなピザがあるよね。どん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 いろんなピザ出てくるよね。好きなピザはじゃあサラミ。うん、イカスミ失敗したって、うん、なんで取ったか意味わからんかった。ピーチティーもダメでした。なんで取ったかわからんって、うん、一番最初に取ったってピーチティー、コーラがさ、機械がの電子のピーピーピーってやったけどさ、うん、コーラゼロとしたらさ、コーラゼロとさ、コーラゼロオレンジとさ、コーラゼログレープってびっくりした。じゃあコーラとグレープが混ざってるわけ多分。でもただのさ、甘いファグレープはファンタグレープかな。うん、お値段が平日とホリデーで違って、ホリデーは1360円、大人。平日は、平日は1260円。値段3パターンあった気がするけど、 お母さんがそう言った時、シニア1000円とかじゃなかった。特に時間制限なかったね。なかったね。ハイバルの時なかった。だった。検温してご飯取る時はビニール袋で、手袋、間違えたビニールの手袋で取って、扉開いてたよね、そばがね。テラス席もなんか増えてる気がした、うん、テラス席、テーブル、カウンター。プラザハウスの方が一応はなんかアメリカっぽい雰囲気はあるかもしれない。うん、タコス、コーン、あ、コーンがたくさんあってる。コーンがいっぱいのと、
なんかタコス、別にミート乗ってなかったと思うけど、タコスの味したよ。でも、うん、あれのピザが美味しかったかな。珍しくジャガイモも食べたっていう。ポテト取ってもね、まあ、やつね。なんか筋トレの人今食べてるわけよ。ジャガイモじゃないよ、さつまいも。さつまいも、焼き芋とか。あ、芋珍しく食べてみた。ペッパーが美味しかったよ。サイダーもあるよね。アミカンとパイナップルもある。パイナップル美味しかった。うん、皮も剥いてほしいって。うん、皮ごとだったね。皮ごと。今日人がいっぱいする。今日人はね、思ったよりいたね。あとピザはリクエストもできるよね。あ、やったことないけど一回も。メニューから見てからリクエストもできるので、お気軽にって書いてあったね。ちょっと待てばさ、また違うピザ出てくるから。結構今日いろんなのあったんじゃない？うん、何月かな、3月か2月ぐらい、うん、ショコラ、ショコラじゃない、チョコレート。どんなかな、デザートのあれは好きな人好きじゃない人分かれそうじゃない？うん、ピザの上になんでチョコレートとマシュマロ乗ってるってなる。うん、なんでピザにパイナップル乗ってるってなる。好きな人好きだぜ。昔ピザーラでさ、働いた時にさ、ハワイアンデライトよく頼みよったぜ、カイジーさん。次のチートデイはもう1ヶ月後。来月です。最低ちょっと2週間開けないといけないから、自分。次こそ新しいとこ行く。全然行ってないね。バイキング全然関係ないけど、プラザハウスの下の1階のケーキ屋さんのところ行きたかったって。まず店内食べるところ、店内は2カ所、外がテラスが2カ所。ジャンクな食べ物食べたいってなったらジミーかシェイキーズ。そのセリフジミーの時も聞いたなと思った。ジミーの話だった。うん、そうそう。でもジミーはだから栄養も取れる。うん、じゃあご飯がちゃんとあるからね。ピザーラはただのジャンク。ピザーラじゃないよ。あ、間違えた。シェイキーズはただのジャンク。うん、ファットと炭水化物。ファットとカーボ取りたいとき、うん、運動するとご飯が美味しいのが分かったって。私はベーコンをダーリンに乗せてから、ダーリンのピーマンを私に乗せて。いつベーコン乗せた？あ、気づかんかった。乗せて。何にピザに？うん、うん、じゃあ次は5月ね。うん、サラさんと行けんね。今度こそ新しいとこ行く。新規。はい、ごちそうさまでした。ごちそうです。寝る時間眠いね。うん、バイバーイ。バイバーイ。眠たい。うん、やってみた。やってみたんで。